みんなテープは届いてますか？チリチリチリ！ロイロイネットワークってすごい、この画角すごいきついです。今から何を作るかも言いました。あ、ちょっと見えちゃってるもん。あ、1コマ目出しキューって、たたたたたたた。我らが栃尾とめ、栃木の方々、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいただいております。収穫、ありがとうございます。はい、で、使うもの紹介していきたいと思います。Let's go!はい、まず、いちごは、2パックご用意しました。たっぷりいちご飴を楽しんでいただけると、エンジョイできます。まあ、ディズニーランド行けないから、いちご飴ランドで楽しみましょう。イェイ！タンタカタンタンタンタカタカタカタンタカタカタ、エレクトリカルパレード。はい。はい、と、フライパンでしょ。あと、串と、あと、水は 50cc。調子の女、マジで。あれなんですよ。いちご、ロイね、今まで何回もやってきたんだけど、なんか砂糖こんなに入れるから、お水も同じぐらい入れんじゃないのっていう、なんか、なんとなくの料理の感覚。捨てましょう。料理の価格はもう捨てましょう。もうお水こんなちょっとでいいらしい。お願いします。クックパッドありがとう。はい、お砂糖はこちら 180g。180です。180です。こちら、ホイール。ホイールと、お皿で準備しております。これは終わった後のいちご飴をここに入れて、凍らせちゃダメ。北極熊。ここの上で固めていきます。じゃあ早速作っていきたいと思います。レッツゴー。はい、まず最初にこちらのいちご飴を洗っていきまーす。あ、いちご、まだできてない。いちごのヘタを取っていって、ヘタを取ったら、ちゃんとなんかティッシュとかで、水分を取っていきたいと思います。これ水分を取る。あ、ポキュッ。水分を取るのがマジで大事らしい。じゃ一応なんていうの、検査入ります。ストロベリーラートやアリスイマンダラトゥーンテトゥーンテトゥーンテトゥーン、それハリーポッター、うん、やばい、すごい、この土地を止め最高です。もう A ランク授与、タンタカタタタタタンって感じ、もう本当に A ランクです。イエイ、やばい、めちゃくちゃうまい。やー、ヘタを取る時のポイントは、もうこのね、葉っぱを取るじゃん。この葉っぱを取ったら芯は残しておいた方がいいんだって。なんでかと言いますと、この芯に串を刺して、なんていうの、芯がある方が、いちごがこうやってグラングラしないんだって。ちゃんと串に固まってくれるから、あえて、いつも取るんだけど、この芯は、いちご飴を作るときは残しておきます。仕分け、仕分け、迷わず仕分け、下手取り、下手取り、どうぞ止まらない。はい、じゃあ次に水気を取っていきたいと思います。お腹すいた。トントントン、あ、トン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 、コロ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 、トントンコロコロ、トントントン、ドロロトンティー。はい、こちらの美容液なんですけど、とってもごっくりとしたテクスチャーとなって。ルイルイ豆知識。いちごって野菜なんだって。マジ許しちゃ体力入れたんだが、やば、本当にや。これちゃんと水分が取れて、いい感じの、もう、この飴巻いてくださいっていう状態のストロベリーになりました。次に、フライパンで飴の方を作っていきたいと思います。レッツゴー！火をつける前にお砂糖とお水を混ぜて、ちゃんと溶かしてから火をつけます。その後は一切混ぜない。火をつけたら混ぜない。これがルールです。砂糖上陸します。ボーイエーイ、やばくない、やばく、冷静にやばくない、もう砂糖なんかお家で栽培してるんですかっていうぐらいの量、やばい、もう本当に。お水を入れていく、スプーンで混ぜていく、うっ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 、やばい、人をダメにするソファーな、これ寝っ転がりたいリクライニング。すごい溶けてきたので、この後一切混ぜないで火にかけていきたいと思います。 Let's go。 それではいざ行く、着火、ボー、中火大切、ミディアム、なんでもミディアムレアが一番いいんだよ。え、ね、待って、ね、泡出てきたのだから大丈夫かな、触っちゃダメ、絶対に触っちゃダメ、どんたちみ、絶対に混ぜてはいけない。ね、ロイ気づいた、こうやって見てる、眺めてちゃダメなんだって、この間にイチゴを刺しとかないと。よかった、思い出してよかった、この間にイチゴを串に刺してジュンビングしていきます。刺し、あ、やっぱり芯を残してあるからすごい安定感がやばい。超可愛くない、やばい、見て。これなんか持って出かけたい、こうやってよー、刺します、さらに刺します、ふわふわ、いちご刺しカーニバルやで、うわ、めっちゃ美味しそう、やばくない、
いちごのいっぱい、すごい。こんな幸せなさ、こんな幸せな画面はないよね。もう埋もれたいよね、ストロベリー。そ、行くよ、行くよ。止めました。端に寄せて、端に寄せてからのくる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 、はい、こんな感じで絡めていったら、こちらに移しながらの、あ、ちょっと待って、下がちょっと足りなかったから、もうちょっと下もつけたいのだが、ね、ね、ね、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。え、今までイチゴ飴成功したことないんだけど、まだ成功そうな気がする。これやばいってテンションぶち上げなんですけど、はい、くる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 、こんな感じでちょっと絡めていきます。絡めていきながらの、こんな感じで、やっぱたっぷりお砂糖を準備する、お水を用意する、それが一番大切なんではないかなと思いますね。まっ、お願いします。え、やばいやばい、ウレピミのない、あ、あ、手が熱い、あ、やっぱちょっと調子乗った、4本は調子乗った、4本調子乗ったな、4本ちょっと調子乗った。うん、先端2個だけにしよう、ちょっと待ってね、まあ、一応ね、普通のイチゴも味わえるよみたいな、ポジティブにいこう、ポジティブにいこう、こんな感じでいきます。最後の1個いきたいと思います。もういちごとお砂糖のスベリングピエが部屋に充満しております。すごい香り、なんか雪みたい、なんかみぞれ、みぞれ飴でよくない、あ、みぞれ飴っていう名前にすればいいじゃん、そしたら可愛いよね、みぞれ飴ですみたいな、はい、みぞれ飴です。もうすごい、思ったよりみぞれ、すごいみぞれ味が深いです。見てくれてありがとう、みんなナイアガラ本当にありがとう。チャンネル登録ナイスお願いします、ポチポチポチ押しちゃってよ。あと、あとインスタグラム、ツイッター、あのフォローお願いします、ナイスぞナイスぞ。12日日曜日に ASMR の動画あげるから、いちご飴楽しみにしててね。バイバイ、ラブミ、好きよ。